高砂義勇隊とは、太平洋戦争期に、台湾原住民により編成された日本軍の部隊である。高砂義勇軍とも、シゲル島を構える高砂義勇隊フィリピン、ニューギニアなど密林地帯の戦場に投入するために、創設された。第1回は当初高砂訂身報告隊として、設立され、これが、台湾高砂義勇隊に解消された。計などに渡って派遣され、 合計1万人以上の県住民が参加したと考えられている。1945年にも第8回に相当する高砂義勇隊が編成されたが、連合国軍によって回路が立たれたため派遣には至らず、台湾各地の警備に充てられた。隊員の身分は軍人ではなく軍属であり、日本陸海軍の台湾特別志願兵とは別の存在である。なお、 高砂義勇隊や台湾特別志願兵とは別に、各南勤務隊という組織も存在し、南方での開墾や土木作業に従事した。それぞれの義勇隊は、日本人の台湾警察官に引率され、伝統的な生活道具でもあるシュエル塔を帯びるほかは、武装せず、本来の目的は戦地における兵隊や土木工事であった。 しかし実際には第一回高砂義勇隊がバターンコレヒドール戦に参加したのを皮切りに戦闘にも投入された。第一回高砂義勇隊は契約期間を満了して高尾地区出身者の隊が残留して南方へ転戦したほかは帰還できたが第二回以降は帰還自体が困難となった。日本軍が主勢に立たされてからは工作、採取、狩猟などによる 食料調達に尽力するほか、陸軍中野学校出身者の指揮下に遊撃隊が組織されて、各地でゲリラ戦も実施した。戦病死者の割合が作戦を共にした、日本軍人よりも高かったと言われている。伝統的な生活を営む高砂五族には、地域、部族によって差異があるものの、タイヤル族に代表される勇敢で純朴な性質や、耳が良く、嫁が聞き、 素足で痕跡を残さず行動して、音もなく夜の密林を駆け巡ると言われるほどの身体能力の高さ、指導者の指示を着実に遂行する気風、わずかな食料でも皆で分け合う集団意識が東南アジアの密林地帯において有用な戦力になると期待された。一部の部族には首狩りの風習が残るなど勇敢であること、強きことは現住民にとって美徳であった。 さらに、熱帯地域でのサバイバル知識は、優勢な米防軍に対する襲撃や、補給を断たれた状況下での食料調達にも生かされた。戦後、強制的に軍事郵便貯金に預けさせられ、引き出せないままとなっている、給与等の払い戻し、戦死者の靖国神社への行使などをめぐって生存者や、遺族の一部は裁判等で継争を続けていたが、年月日の、 大阪高裁の判決で敗訴が確定した。大阪高裁での判決は、地元現住民メディアも取材し、即日台湾にて放送された。反対する生存者や遺族もおり、また、靖国神社への参拝などを希望し、継続している。靖国神社が、一旦合祀した英霊を分割することはできないと主張する中、台湾団結連盟。 靖国神社参拝事件に反発して2005年6月14日には台湾の立法委員公、金祖母いら60人の台湾原住民が靖国神社を訪れた。これは戦没した義勇兵の礼を取り戻す儀式、菅和が祖霊を行うためとの説明ではあったが、実際は以前に菅和が祖霊を靖国神社にて挙行しており、また参加した60人の台湾原住民への 来日募集要項に記載されている日程は、大部分は日本の観光地巡りであり、いろいろ議論を引き起こしている。今回の黄金蕎麦らの行為は、台湾の隠しメディアで大きく報道され、台湾内部でその行為の是非について、議論を呼んだ。支持者と反対派では、この報道についての受け取り方が大きく異なっている。参照、大日本帝国と英霊と、 靖国神社降伏に伴う日本の台湾放棄により、日本国籍を喪失した台湾人は、日本国政府による戦争被害の保障対象から除外され、元軍人、軍族やその遺族に対する障害年金、遺族年金、恩給、懲異金のみならず、戦争中の未払い給与や軍事郵便貯金等の支払いも一切行われなかった。 1952年4月28日の日課平和条約では日体間の財産請求権問題は日本国政府と中華民国政府との間の特別取り決めの主題とすると定められたが日本政府は対応に消極的で国民政府も戦後に日本から接収した財産の正当性や取り扱いが議論されることを懸念し加えてかつての敵である 台湾人元日本兵の問題には無関心だったのだ。結局、話し合いがなされないまま日本の中華、人民共和国との国交樹立に伴い、日大国交は断絶した。日本を愛し、本土の日本人と同じように、日本のために戦地に赴いたにもかかわらず、手当を受けられずにいる台湾人元日本兵は、激しい不満と悔しさの念を抱くこととなった。 1974年末にインドネシアのモロタイ島で残留日本兵として発見された台湾人中村テルオも台湾原住民アミ族出身の義勇隊員であった。彼の確認が日本の世論において高砂義勇軍が話題に上った最初のきっかけとなった。彼の発見をきっかけに給与が未払いで保証がないことに関する世論の批判も起き、 1987年9月に台湾住民である戦没者の遺族等に対する懲役金等に関する法律。1988年5月に特定懲役金等の支給の実施に関する法律がそれぞれ特別立法で成立し申請が認められた場合には台湾人元日本兵の遺族や当事者である戦傷病者に対し一人当たり200万円の 特定懲役金が支給されることとなった。また、軍事郵便貯金については、額面の120倍にして返却することが決まり、1995年に支払いが開始された。一部の元隊員は受け取ったが、戦時中には大金であった平均残高1000円を120倍に、したところで12万円に過ぎず、物価上昇を考慮すると数年間の戦闘の、 対価としてはあまりに小学として抗議する元単位は現在でも多い。1996年6月に日本大使館に相当する台北の交流協会を元単位が襲撃する事件が起こった。カラスライ高砂牛体慰霊碑。霊安故郷は李登輝による書。台湾では戦後、台湾原住民の修霊梅が慰霊碑を混流し、現在は長男の旧合併。 おいの寒服源が管理しているが、慰霊碑の敷地を提供していた台北郊外の観光会社が、新型肺炎流行による日本人観光客激減で倒産し、維持管理が困難になったことから、慰霊碑は撤去されそうになった。この事態は、産経新聞に、高砂義雄兵慰霊碑に撤去の危機と題して掲載され、読者などが慰霊碑を守る会を作って、義援金を募集した。 その結果、3398件の寄付の申し出があり、総額3201万2391円に上る義援金が集まり、慰霊費は移転させて存続することになった。これを受けて、2005年8月には、日本側の支援の動きに高応して、混流委員会間復元事ができ、社団法人、台北県ガラスライゴー高砂義勇大記念協会の、 設立準備を進める一方、台北県から県、あり地の提供を受けることで交渉がまとまった。その後、2006年2月8日に、慰霊碑の移設は完了したが、17日に中国地方により日本を賛美する非文であると報道されたことから、反発が広がり、敷地を提供している台北県政府は慰霊碑の撤去を命令した。地元側は撤去に反対し、 24日には強制撤去に着手した県政府と地元側の衝突が発生した。話し合いの結果、記念碑は存続し、日本の遺族団体などが寄贈した公民など日本語が入った石碑発揮を撤去するというギリギリの妥協案で決着した。しかし、記念碑側面に刻まれた大和魂などの日本語の文言は覆い隠され、 説明がなければ慰霊碑であることすら分かりづらいものとなっている。撤去された発揮の石碑は当面台北憲風景管理局に保管されている。なお、慰霊碑撤去を要請した県庁は中国国民党所属であり、民主進歩党は撤去に反対していた。ありがとうございます。